どうも皆さんこんにちは、源氏でございます。本日はですね、源氏のチャンネルが60万人いきました。ありがとうございます。ということですね、まあ、そちらのご報告と、さらにはですね、今後の源氏のチャンネルだったりとか、源氏の、まあ、様々な SNS だったり、源氏自身が、まあ、どの方向性に向かっていくのかっていうご説明と、さらには、まあ、皆さんとどのように関わっていきたいのかっていうところのお話をですね、まあ、少しばっかりお話ししていければなというふうに思います。ですので、まあ、ぜひラジオ感覚で聞いていただければなというふうに考えております。はい。ということですね、まあ、重複しますが、なんと、源氏の、まあ、ファッションチャンネルでですね、まあ、多分日本初だと思うんですけど、ファッションをメインにしながら、60万人を突破しました。びっくりですよね。まあ、3、4年やってきて、まさか自分がここまで60万人の方々にですね、チャンネル登録していただけるとは思ってもなかったので、自分自身、なんかこう、これといった感情が分からないんですよね。もうびっくりっていうところもあるし、喜びっていうところもあるし、皆さんへの感謝ってところもあるし、というところで非常に、ワクワクしています。はい。本当にこの度ですね、たくさんの方々に、応援してくださった結果、そして今日まで支えてくださった結果、継続的に、発信し続けることによって、60万人行きました。本当にいつもありがとうございます。はい。でですね、まあ、まあ、チャンネル登録者に限らずですね、今ですね、リドーム、そしてウィムと、まあ、ブランドもですね、順調にですね、お客様に、ご好評いただいていて、次はですね、まあ、冬の、アウターとか、まあ、コートとか、まあ、いろいろリリースするんですが、まあ、そういった中で、まあ、ブランドもそうですし、現地のチャンネル、いや、現地の、まあ、インスタグラムをはじめとした SNS も、やれる幅っていうのがすごく広がってきたんですね。で、それは、まあ、僕自身が、まあ、なんだろう、やれることだったりとか、精神面での成長も、自分を俯瞰で見たときに、成長したなって自分で、まだまだ、なところあるとは思うんですが、多少ちょっと、自分のやるべきこととかが見えてきたのと同時に、さらには、まあ、チームでやれることとかもいろいろ増えてきて、って中で、まあ、今後、まだやれてないことがいっぱいあるんですね。なので、まあそうした中で、まあチーム力の向上だったりとか、さらには僕自身の、まあ考え方のアップデートっていうところを、いろいろ、していきたいなっていうふうに考えております。ですので皆さんはですね、まあまあ僕の、まあ考えてることとかを、まあ動画に残して、で、動画にして皆さんにお伝えしてるんですが、で、皆さんは結果的に僕のことをですね、応援してくださってるとは思うんですが、僕的には僕ではなく僕らなんですね。僕ら。チーム。で、皆さんに、ファッションを全力で発信してるので、まあ、おこがましい話かもしれないんですが、もう本当僕のことをね、応援してくださってるのもめちゃくちゃ嬉しいんですが、ぜひですね、僕だけではなく、僕の、僕が立ち上げたブランド、リドム、ウィムの、を運営してるチームも、までも応援してくださるとめちゃくちゃ嬉しいんですね。まあ、それだけですね、やっぱり、まあ、今後、まあ、僕がもっともっと大きくなっていくためには、僕個人ではなく、僕、らのチームがどのように皆さんと真摯に向き合って、どのように、まあ、開拓していくかが結構鍵だと思っているので、まあ、僕は本気でですね、まあ、日本のファッションを変えて、どん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 こう皆さんの、自信っていうところをつけていただいて、で、結果的に皆さんが、こう、日本のアパレル市場で損してる部分っていうのがまだまだあると思うんですね。まあ、情報の取得の方法とか、さらに洋服の質だったりとか、まあ、様々いろいろあると思うんですが、それをですね、僕らのチームで変えていきたいと思ってですね。で、結果的に、より視聴者さんファーストで、皆さんが、より得に、皆さんがもっと、まあ、変われるチャンスっていうのをもっともっと提供していきたいと思っておりますので、今後、まあ、60万人いった中で、一旦ちょっとこう、数を追い求めてるところは卒業して、まあ、僕らのチーム力を、上げるからこそ皆さんに、もっともっと、質のいい情報だったりとかお届けできると思っておりますので、個人的には、そこを進めていきたいなというふうに、考えております。はい。ですね。なんで、まあ昔はね、こう、100万人来たいんです、みたいな。まあもちろん100万人は絶対に僕の中では最終的な目標にしてある中で、それだけではなくて、今現状見てくださっている、前で言うと、まあリリースからですね、1時間ぐらいで7000人近くの方に、ご購入してくださったんですが、そういった方々をより大切にしていって、まあよりまた、そのウィムやリドムのファンになってくださった方々に、まあどのように向き合えるのかってところを、まあより
強く考えて行動していければなというふうに考えております。ということで、改めまして本当にですね、皆さん、いつもご視聴いただきありがとうございます。今まだ10月ですが、11月12月と、寒くなってくるし、まあ様々いろんな着こなし方がわからなくなってくる、季節かと思います。ですので、僕はですね、時間余すことなく、全力で、発信していきますので、今後とも、温かく見守っていただくと同時に、応援していただければ幸いでございます。では引き続き源氏のチャンネル、そしていろんな SNS 楽しんでいただければなというふうに思います。では以上、源氏からの皆さんへの感謝、そして今後のお知らせでございました。よかったら、チャンネル登録とコメントと、さらにはコメントのほどよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、源氏の動画でした。ありがとうございました。